水がね、わかるかな、ちょっと濁ってるんですよ。これ多分温泉の水がこの色なんですね。で、道はもうぬかぬかです。ぶっちょぶちょです。ほらほら、すごい。お、来た来た来た。これです。これが男女混浴の河原の湯です。で、そのすぐ横にこんな川が流れてます。じゃあちょっと早速ですが、ちょっとレポートしたいと思います。触ってみる？あ、あったかい。あったかい。何この虫？うわ、なんか温泉ムシムシみたいなのがおるやん。ねえママ、温泉ムシムシみたいなのおったで。おお、すごい。うわ。線や、ここ線や、これ、この線絶対取ったらあかんやつや、これ。あの子に死んどったわ。あ、死んでた？うん。あ、そうなんや。多分、硫黄に浸かって。あの、和歌山のあそこよりもこっちの方が秘湯感は強いな。そうやね。和歌山とか車で行けたけど、こっちは車では来られへんし、何よりも俺の頭にスズメバチが乗ったりとかしてるからな。乗ってる今。あんな無視しといたらええねん、虫だけに。なんか背中がめっちゃ赤でんねん俺今。赤落としてもらってます。いいね。けどなんか新潟県、これ妙高市なんかな。燕温泉河原の湯。撮れてる？撮れてるんだ。お風呂自体は7、8畳ぐらいなんかな、面積で言うと。まあ一気に7、8人は入れそうな。まあ10人ぐらいいけるのかな。まあこれ24時間営業らしいんでね、どうなんだろう。夜中とかでも来れるのかな。なんとなくこう薬効がありそうな。分からんけど、そんな雰囲気。ああ、いいね。いや、なんか俺のさ、顔の赤とか異常に取れんねんけど。何これ。湯の花とか、あの、設計図の赤とか混ざるんだけど、うんうん、あ、この何、なんか赤みたいなのが湯の花っていうの。赤じゃないんや。赤じゃないよ、これ。有機物みたいなやつなのかな。そうそうそう、多分。さっき見つけたこの温泉虫みたいなやつ。そんなに、何なんだろうね、これね。これ。これ温泉虫、ここにおんで、ここにおんで。昼かな。え？昼。昼って？昼って小さいやつ。あれどう？あ、まだ生きてる。お前、ちょっと生きてる。あ、いた。結構丸に。あ、聞こえるよ。うわ、熱っ。ここめっちゃ熱っていうか、結構入り口から丸見え、男は。おお、熱っ熱っ。めっちゃ熱い、ここ。うわ、熱っ熱っ。ここはほんま熱いわ。普通に女に、丸めやん。普通に丸めやん。そっち入れるやん。じゃあね。慣れた。言うても男湯ここで女湯すぐそこなんで、もう普通ですからね。もっともっとやったら婚約やったんかもしれないですね。あ、これ
ちょっと昨日やったですね、あの温泉ムシムシ湯船に浮いてた、何やろこれ。ここはね、あの暑いです。さっきの河原面に比べてものすごく暑いです。ただ気持ちいい、広くて気持ちいい。あの入り口から男湯がほぼ丸見え、見える。これこんなん作ってる、何これ。これが何、湯の花とかいうやつ、ドロドロドロ、体に塗ったら